はい、SF です。YouTube をね、まあ、家の時間でね、ぼーっと見ちゃってね、時間を無駄にしてね、俺はバカやなと思ってね、動画を回そうと思ってYouTube を見るやつはさ、頭が悪くなるっていうか、YouTube なんか見とるとね、それなんでかっていうとさ、YouTube 作っとるやつもさ、バカだからさ、バカな動画を見とるとね、バカになるよ。まあ俺を筆頭にね、んでさ、その YouTube を見るってことがダメなんじゃなくてさ、YouTube をさ、聞かなあかんわ。画面をさ、こうやってバーっと見とるだけ、時間の無駄。それは YouTube 見とるとバカになる。だからこそ YouTube をね、再生させて、教養のあるさ、とか勉強になる動画をね、再生させて手が空くでしょ。聞くってことは手が仕事ができるから、仕事をやらなあかんわ。だからまあこれは俺自身に言い聞かしとるんやけどね、YouTube をね、見とるやつはバカになる俺のことなんだけど、ただバカ、見とるだけってのはね、ダメだ。その、YouTube で情報をね、いい情報を流してくれとる動画を再生して聞いてね、知識を身につけてかんとね、こう再生して画面にかじりついとるだけでね、時間の無駄っていうかね、んで、こう YouTube をさ、チャンネルを探しとる時間も無駄やしさ、本当にね、無駄な時間。いい動画をさ、再生させて聞き流すだけでいいっていうかね。で、さ、先生もさ、探さなあかんね。結局さ、いい先生っていうのはさ、なかなかおらん。自分で見つけ出すものっていうかね、こいつ同じこと何回も言っとんなみたいな、多々あるっていうかさ、よくある YouTube に関しても。YouTube はさ、コメントでね、皆さんはアドバイスくれるんでね、ありがたいけど、ビジネス化しとると、コメントでくれてね。で、その再生させるためのビジネスやもんでね、YouTuber ってものは。だから人のためとかじゃなくて、動画再生を再生させるがための話題に対してこう炎上させとるっていうかさ、話題作りをしとるだけであってね、視聴先生ってのは先生やもんでね、人を育てるということを目標に話しとるはずなのよ。まあそういう人も多分おると思うんやけど、この伝えなあかんことを生徒に伝えるっていう意思を持ってね、話しとるっていう人んとあと、動画が再生させりゃもう面白かろうが悪、さ、その人のためになったろうが関係ねえと思って、その話題に乗っかってね、騒いどるだけのやつと、それをさ、見とる側もさ、気づかなあかんっていうかね、僕らのためにやってくれとる人の動画なのか、単純にね、自分らの利益のためにやっとるだけの動画なのか、その後者の方やったらもう時間を搾取されとるんやでね、自分の生きとる時間を動画によって。だから自分で物事に対しての先生っていうのはさ、まあ先生はね、もう選ぶ時代やから、だから学校とかでもさ、先生って選べんじゃん。はい、学校に入学しました、あなたの先生は何々先生ですって言って、その先生がね、すっげえいい先生かもしんないし、私欲にまみれたクソみたいな先生かもしんない。人を育てるっていうところからね、外れた、ところの
人物かもしれんし、だからレベルが高いかもしれんし低いかもしれんっていうのは実際受けてみんとわからんのよ。だからこそね、こういう情報社会とかもう時代が進んできとるからね、あ、この先生すげえわっていう先生を自分で探して取りに行かなあかんっていうかね、あのこいつにこの人の話すげえっていうやつを自分で見抜いてね、だからバカに付き合っとる時間なんかないのよ、あの正直言って生徒の皆さんはね。だからこいつバカな、バカだなと思ったらさっさとね、見切ってね、あの、これはすげえっていうところの方へ行かなあかんっていうかね、あの、そういうぐらい時代が加速しとるっていうかさ、情報を取りに行かなあかんっていうか、先生を選ばんとね、そうしんと、ただ単に俺は与えられたもののね、あの、ダメなおっさんなんだけど、俺は、あの、与えられた先生で、さあ、あーって言って、このいつについて、こいつの勉強しときゃええわーって言って、その勉強そのものの質が悪いからさ、その勉強を受けたところでさ、あの、生きた勉強をしとることを、対してね、あの、その知識が全くの意味のない、あの、情報っていうかさ、教養をしこ、あの、教えられた人間とさ、あの、歴然の差やからね、大人になった時に、生きた教養、生きた勉強をね、教えてくれる先生のところにね、行かんとね、せっかく大人になるまでの時間をさ、あの学びに対して費やしてもね、その勉強そのものが間違った勉強やったら、あの、何の意味もないっていうかさ、あの、俺の出来上がりっていうか、結局何もできん人間にね、なっちまうんやけども、先生はさ、あの、決して、人かどうかってのもまたわからんのよ。その、人間じゃないところからも、学ぶかもしれんしさ、生き物かもしれんし、私たちの生活の中でね、あ、これってなんかすごいなっていうところからね、気づかなあかんっていう、ね、あのところなんやけど、これが話の前置きでね、あの、長えな、多いっていうさ、あのところなんだけど、まあね、ちょっととあるね、俺、事情でね、あの、こっちの家に帰ってくる道がね、あの、ちょっと変わってまして、でね、農道を取らなあかんくてね、まあそれはまたね、次の動画で、また話題にしよっかなとは思ったんだけど、で、いつもと違う道を走っていくとね、俺のね、あの、田舎の方の道の方はね、まあ、ちょっと最近まではね、コロナで、営業してなかったんだけど、地元、なんていうんかな、ご当地料理っていうんかな、料理じゃないんだけど、ご当地グルメっていうのか、まあ、それの一つにね、俺の地元は五平餅ってのをさ、売っとんだよ。まあ、五平餅とかね、わらじ餅とかなんか、そんな感じで、呼ぶんだけど、五平とかって、まあ要はなんていうのかな、米をね、おにぎりみたいな感じで団子にして、でなんかピーナッツとかごまとかね、その辺のなんか香ばしい風味はなんか秘伝のタレだから、なんていうのかな、そこの作っとる地元の場所で味が微妙に違うんだけど、それを炭火でね、香ばしく焼いたっていうね、昔からね、あの、じじばばが喜んで食べるっていうね、なんかね、ファーストフードに近いような昔のお菓子みたいなね、そういうのがあるんだけど、そこでさ、コロナで閉まっとる時にね、そこの、建物を、ああ、もう潰れたなっていう、買いに来る、人もおらんやろうでね、潰れたんかなとかって思っとったらね、最近はやっぱ自粛が終わってさ、みんな自由に営業し出しとるからね、でね、そこのね、商売やっとる人んとはね、五平餅ってのをね、ほんとね、あれはね、ジジとババがね、やっとんだわ、あそこ。でね、お店もね、店構えがね、店っていうよりも小屋みたいな感じでね。で、そこで、さ、
炭火で火を起こしてさ、あの五平餅っていう食べ物をね、わらじ餅とかってわらじの形とかね、まあ、形も場所でごとエリアによってねちょっと丸かったり、あの草履のわらじの形をしとるようなね、ちょっとみたらし団子みたいな感じかな、に形状で言ったら感じを焼いとんだけど、でまあすごいってのがさ、シニアの人がさ、もう副業でやっとんだろうね、なんていうの、年金もらっとってでプラスアルファを年金だけじゃね、体がなまっちゃうみたいな感じで、自分らでね、毎朝その団子をこしらえて、炭火で火を起こしてね、で行くとね、職場へ行く時もその道通るから人が入っとんのよ、入っとるっていうかテイクアウトなんだけど、今で言う団子を焼いたやつをねお客さんが買って持っていくってことなんだけど、まあね、地元の味に馴染んだ人んたが買ってくんやろうな。うちのね、ばあちゃんが好きで生きとる時は、まあ、俺が家に帰ってきたり、お客さんが来る時にね、調理時間がないから、パッとね、五平餅っての道の駅とか、まあ、そういう場所でね、焼いてあるやつを買ってきて、で家でお茶を入れてね、お客さんにパッと出すっていうもてなすみたいな感じでね、よくある俺の地元のなんていうんかな、喫茶店ではないんだけどお客さんに出すメニューの定番がその五平餅っていうんやって、でまあ年齢その高い人がね、好きなんだけど、俺はあんまり、もち米の餅をこんな大きい団子をさ3個さ甘じょっぱく焼いた団子ってめちゃめちゃカロリー数すごいから、まあ俺はあまり好まんっていうか苦手なんだけど、でも昔の人はさそれ1本ですげえお腹が膨れるしさ甘辛くて美味しいと思って多分バクバク食うんだけど、まあ、昔の人の感覚から言ったらね、お腹いっぱいになるのが一番望ましいでね、じいちゃんとばあちゃんの好きなメニューっていうかさ、でお客さんにはパッと出せるみたいなね、団子やもんで、それをさ、昔ね、本当に昔、ギャル曽根がさ、今引退しちゃっとんだけど結婚して、全盛期の時にね、俺の地元に来た時にね、その五平餅をね、すごい量食べとったな。何本食ったか知らんけど、普通は食えんっていうか、普通はね1本か2本でお腹がいっぱいっていうか、おにぎりみたいなもんやから、それをバクバク食って、地元のじいちゃんとばあちゃんが大喜びしたってね、たくさん食べてくれる子はじいとばば喜ぶでね、んでさ、なんていうんかな、そこのお店ね、敵がおらんっていうかさ、その団子を焼くっていう店なんかさ、コンビニ行ったってスーパー行ったってないでしょ。で生き残っとるっていうかさ、優秀なんやって。でテイクアウトやもんでね、炭火で店が店舗が綺麗っていう必要性もないしね、本当のね掘ったて小屋みたいな場所でね、自分らで木材でカウンターだけ作ってね、火起こして団子焼いてね、でその裏道街道っていうんだけど、裏道の街道線でね、その車を止めてね、みんな道行く人が買ってくんやって、で俺がそのね、会社とかね、こっちへ帰る帰り道で通るとね、人がね団子屋さんに立ち寄っとって、だから結局さ、そこの味わいっていうか、その食文化が慣れとるもんでね、愛され、地元の人んたにさ、土着の文化で愛されとるっていうかさ、ビジネスってさ、先進的なことをやっていくこともビジネスやし、文化としてね、人に親しまれて愛されてね、大きなお金は
稼いでないんやけども、雨が降ろうと何がしようと、揺るがんっていうかね、リピーターがおるっていうかさ、潰れんもへんっていうか、小さく綺麗にまとまっとるっていうかさ、そういう、なんていうかな、営業スタイルをしとる人んたを見るとね、なんか学ぶものがあるっていうかね、結局お店ってさ炭起こして団子焼いてるだけやもんでね、壺単価も安いし、店舗もねもうすす汚れちゃうもんでさ、小屋でいいのよそこの。だから普通やったら店構えるためにすごいお店に対してとかさ、店舗の開設までのね設備投資代でものすげえお金がかかるんやろうけども、そこのね団子屋さんってね、もう本当にねなんか多分自分らで作ったんだろうなっていう、まあもし自分らで 100% 全部作ったかっていうとは分からんけど、小汚い小屋でね団子を焼いとるんやけども、団子を焼く炭で焼くっていうことに対してさ、店構えが綺麗とかあれとか関係ないじゃんね。んで作っとるものはね、地元のねなんかその団子、団子なんだわ、五平餅っていう、まあきりたんぽみたいなもんだわ、秋田県でいう、それは食べるよね、秋田県の人やったらさ、きりたんぽってさ、冬になればさそこの土地の味やんね。で別に秋田に限らずね、出されればね俺も別に美味しいと思うしね、自分そこの土地のフード料理とかっていうかさ、フードメニューっていうかそういう感じでなんか親しまれとるっていうかさ、きりたんぽがこの世から消滅するっていうことは今後もないじゃん普通に考えて。だから俺の土地でもそのさ、五平餅ってのが愛されとるわけよ、その食べる人がおるわけよ、必ず買ってくれる人が。だからねそこの人んたはなんかさ、そういうなんていうかな、隙間産業で生き残ってるっていうかね、だから人のなんかさ、こうビジネスを見たりするとなんか学ぶっていうかさ、そういうところにもね先生はおるっていうかさ、過ぎゆく景色の中にもなんじゃこれとかさ、人間じゃないかもしれんしね、自分が学ぶ先生って昆虫かもしれんしさ、海の生き物の生物かもしれんしさ、建物のなんか作り込みを見てなんかなんじゃこれとかって思うかもしれんしさ、道路一つ見てもね、なんでこのコーナーってこんな可変な曲がり方しとるとかさ、そういうことかっていうのがいろんなね学びの中で先生が存在しとるっていうかね、当然人間かもしれんし、人じゃない何かから先生としてね学ぶことがあるっていうかね、まあそういうことをね思いますので、僕みたいにね YouTube をねバカみたいにね眺めとると俺みたいにバカな大人になりますので、YouTube は聞き流せってことね、聞きながら手は空くんでね、仕事をしろっていうことでね、YouTube は見ずとも聞いて、んで自分のために何か行動をね生かしとく道具にしてもらえばね幸いだと思いますので、まあ、そういうことでね今後も YouTube 活動頑張っていこうと思います。ありがとうございました。